皆さん、こんにちは。希望の日本再生チャンネル。今ですね、これどこかと言いますと、鹿児島にあります、知覧の基地のすぐ近くにあります、知覧茶屋。茶屋。はい、そうです。に、お邪魔しております。で、ここでですね、この知覧に、いろんな人たちをもうとにかく連れてこられている、武田和彦先生を お招きいたしまして、こちらで、知覧という場所、そしてまた、知覧に関するいろんな歴史、そしてまた、武田先生が、なぜこの知覧というものに関わるようになっていったのかといったようなお話をいろいろと伺っていこうと思います。先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。武田さんは、この知覧にもともと関わりがあったわけじゃないんですよね。もともと普通に商売やってらっしゃるんです。そうです。まあ今も商売やってますし、はい、もう本当に小柳さんと私は、そういう面では知覧、英霊特攻隊と直接のご縁がない普通の国民の一人。普通の国民の一人、はい。はい。血縁関係もその特攻隊の資料館や、この知覧から出兵された方ないしは関係者とは関係ないんです。特別な富谷食堂さんの人生ということでもない。全くの。わけですね。はい。ところが、なぜか、関わり合いを持つようになっちゃった。そう。吸い込まれるように人生がこっちへ寄ってしまいましたね。そういうことあるんですね。ねえ、もう僕が一番信じられないです。何年ぐらい前から初めましての知覧は15年ぐらい前ですね。はい、15年前。はい、30、本当ちょろです。その30ちょっとの頃に、はい、知覧に来るきっかけっていうのは何か意味があって、なんかツアーに参加したとか。そうですね。一番最初に、ここへご案内くださったのは、今、作家さんになられてますけど、はい、長松重久さん。もう、何十冊も出されて、はいはい、何百万部も売りになれる、もう僕らからしてみたら大スターみたいな、しげちゃんがですね、はい、ここへ来てほしいって言って案内をもらったんです。ほうほうほう。で、紹介された人が、はい、鳥浜とめさん、特攻の母って、後でご紹介させてもらいますけど、はいはい、その特攻の母鳥浜とめさんと言われた方のお孫さん。はいはい、その当時50歳ぐらいかな、のおじ様をご紹介されたんです。はい、で、特攻隊資料館、小樽館、富谷食堂の鳥浜でございますと、うん、武田ですって言って名刺交換して、はい、話聞かせてもらえるんかなと思ったら、はい、私と話をする前に、はい、あちらへ行ってきてくださいって言って呼び出されたのが、はい、皆さんご存知かどうか分かりませんけど、特攻平和会館、特攻平和会館、はい、という資料館です。今ちょうどこの場所からするとすぐそこにあるんですけども、そうそうそう、はい、そこに先に見に行ってこいと。そう言われたんですね。はい、それが15年前、はい、だからきっかけとしては長松茂ちゃんがきっかけなんでしょうかね。はい、で、行ってこいって言われて。そうそうそう。で、いや、食堂に来たのに、なんか平和記念とか、これで、えらい、けったいな話やなとか思いながら、そうそうそう、行かれたわけですね。もう本当そんな勢いです、まあ。戦争という単語も知ってましたし、特攻隊という存在もわからんわけではない。けど、本当にノーガードで知識もなく。はい。行ったわけです、はい、平和会館というもうそれはそれは大きな資料館ですよ、うん、でそこへ入った、まあ、僕は30ちょうどの頃ですだから、はい、20歳前後のとは言いますけど、うん、若い人なら17歳ぐらいの方16歳の方でも特攻に行かれてるんで、うん、まあ、変な話ですけど私の半分ぐらいの年齢の方と、はい、その時初めて会いたりするんですよ、出会うわけです、はい、まあ、もちろん遺書の数々と動かない、はい、遺影用のお写真と会うわけです。うん、で、皆さんと同じかもしれませんけど、うん、私もそこで衝撃を受けて涙するわけです。まあ、とにかく来た人みんな泣きますよね。はい、もう僕なんかボロボロだったんですよ。私もボロボロだったんですよ。ボロボロが、ちょっと、ただ、その程度がかなり違ったんですよね。そうなんです。それこそ、小柳先生、小柳さんにも、はい、推薦文を書いていただいた、うん、私の書籍があるんです、はい、その人生を開きたければ知覧の英霊に学びなさいという、うん、もうまさに私に向かって言ってるような、うん、もっともっと人のために人生を開いていきたいんだったらお前が知覧の英霊から学びなさいよっていうようなタイトルなんですけど、うん、はい、まさにその初めにっていうところに書かせていただいた、はい、あれです、はい、入っていきました、はい、ノーガード、はい、バンとお写真がある、はい、立派すぎる顔がカメラ目線なんで全部私を見てるんですね。当たり前ですけど、はいはいはい、でバンって私を見て、そこでまず止まってしまいます。もうなんかね、ここを全力で押されてるような感じ、前に進めないんですよ。おー、こう近づけないんです、はい。それは今でも覚えてます。うん、で無理やり近づいていくと、うん、腰の高さにあるようなショーケースに、はいはい、立派な衣装、衣装ですね、ご衣装が残ってるわけです。はい、
でそれに目を落とすんですが、はい、一番最初の印象は、はい、達筆すぎて読めないっていう印象がまずありました。で、読めるやつを探すわけです、うんうんうん、そうするとその出会った遺書に目が吸い込まれていくんですけど、はい、その遺書の中には皆さんもうお分かりかもしれませんけど、立派なご遺書、死にたいだとか戻りたいだとか、うん、怖いだとか助けてだとかっていうものは一切書いてない、うん、それこそ顎が上がって胸が腫れて、うんうんうん、もう本当に心から今かと待っている出兵特攻を喜ばれてるのかのごとく、うん、立派なご遺書と僕は出会うわけです。うん、で、柳さんも泣かれたと言われましたけど、私も泣きました。うん、が、とんでもないことになっちゃって。とんでもない。とんでもないこと。うん、はい。あの、今笑って喋ってますけど、その当時は、はい、もうそれこそ膝を折って床につけて、このショーケースに突っ伏して、バーンって泣いたんです。で、泣いたのを覚えてるんです。普通、そこまで泣くしてない。あの、ショーケースに突っ伏して、って。泣いちゃった。泣いちゃった。泣いちゃったんですよね。なんとなく覚えてます。で、それこそ、僕はこれ何回も何回も皆さんにあの笑い話で言ってますけど、はい、観光客山ほど何百人もあの平和会館でね、毎日毎日入れ替わり立ち替わり来られるわけですよ。その知らない人に背中撫でられて、うん、脇に手入れられて、うん、抱えられて、うん、もう慰め、もうなだめられて、大丈夫、大丈夫って言っても見たことないような人たちにし、それこそ私が手伝わなきゃいけないのかっていうようなおばあちゃんにまで背中撫でられたと思うんですけど、周りの人が大丈夫、大丈夫っていうぐらい泣いてしまったんです。で、気を取り直して、1時間半だったかな、2時間だったかな、はい、拝観をさせてもらいました。はい、で、友達も一緒に行ってたので、出口で、大丈夫って言われて、うん、大丈夫大丈夫、もうごめんなって、もう恥ずかしさを取り繕うように、うんうんうん、もうごめんなって言うて言うたわけですよ、はい、でそしたらその時に僕に質問が来たんです、うん、これが僕がチランに通い始めたきっかけみたいなんです。きっかけ、はい、その質問が、はい、なんでごめんなさいなんって言われたんです。ごめんなさい、なんでごめんなさいなんって言われて、はい、僕は、はって言うたわけです、うん、でいやいや、ごめんなさい、ごめんなさいって、お前泣いてたで、うん。泣いてるのは覚えてるんですけど、はい、ごめんなさいって言うてるのが分からなくて、そんなん言うたかなって、ずーっと連呼してたでって言って、分からへん。でもまあ、突っ伏してワンワン泣きながら、ごめんなさい、ごめんなさいってこうずっと言い続けていたってことですね。はい。はい。で、私はそれが分からなくて、うん、翌月、はい、一人でまた確認しに行こうっていうふうに、思っちゃったんですよ。理由わからないですけど。で、行くって決めたら、はい、まあ僕はまあ、よう喋る人間なんで、行くんやわって言っていう話にしたんでしょうね、当時。そしたら、俺も連れてけ、私も連れてけが、数珠つなぎになって、はい、で、その翌月来た時から、はい、僕はもう、それ以来、今日、今日まで、一人で来たことないんですよ、チラン。みんなついてきてる。で、二回目のチランも平和会館に入ったら、涙こそ流せ、膝は折らないまでも、涙は流れました。同じ感情になるんです。やっぱりごめんなさいなんですよ。何なんやろこれ。確かにごめんなさいって俺思ってるわって思っちゃったんですけど、これなんでなのかがわからないですよね。で、翌々月また来たんですよ。で、5ヶ月連続ぐらいで、半年間ぐらいずっと毎月来たんですよ。なんかね、最後は意地なって。はい。意地なってって言うんですけど、やっぱり意地なって来てても、また同じように、私も連れてき、俺も連れてきが、また、出て、で、みんなで毎回行くんです、で、5回か10回ぐらい来た時に、はい、あ、わかった、ってなったんです、うん。それが、ごめんなさいの上に言葉があった。言葉があった。はい。それが、もうこれね、面白く言えないですね。はい、あの、一生懸命生きてなくて、ごめんなさいっていう、この言葉だったんですよね。一生懸命生きてなくてごめんなさい、うん、あの特攻隊員さんたちは私の年齢の半分ぐらいの方々です、うん、はい、その半分ぐらいの方々は利他の精神、もう利他っていう言葉にすることすらもうなんか違う気がするんですけど、本当にこれから生まれくる命、まあ、私たちのことですよ、はい、まあ、まだ今その昭和20年にはいない、まあ、これから生まれくる命のためにと言って自分の命を差し出すわけです。これ以上の人のために生きるという行為が僕の中ではなかったわけですよ。で、
それと私の今までの三十数年間を比べちゃったんですよね。あ、そうした時に人生比べるなんておかしな話ですけどね、皆さんそれぞれに宝物の人生ですから、その比べること自体がおかしいんですけど、僕はその当時比べちゃったんです。その時にこのお方たちにはかなわないって思っちゃったんですよね。もともとすごく一生懸命生きてらっしゃって、はい、で授業も成功されて、でそれなりにやっぱり、まあ、生活も余裕があるという状態までなっていって、はい、つまりその間普通の人からするならば相当一生懸命生きてこられていただと思います、はい、僕自身も自分が手を抜いてるなと思ったこともないですし、はい、ところが、はい、一蘭のこの記念館に来た時、平和記念館に来た時に、はい、特攻隊の皆さん方の衣装を見て一生懸命生きていなくてごめんなさい、うん、というなぜかわからないけれどもそういう衝動に強く駆られた、はい、で以来、はい、15年間ほぼ毎月、そうですね、もちろん自分で営業していこうよっていうことはただの一回も、行った方がいいですよ、もし機会があるなら私一緒にご案内しますからっていうのはずっと言い続けてきてますけど、はい、公園とか、まあ外で誰かと知り合った時には、はい、僕は名刺を交換して、まだその時には富谷食堂の特任館長というその名誉はいただいてないわけですから、うん、その名刺を交換して喋ったりする時に、まあ、私に興味を持ってくれる方たちは質問が出てくるので、はい、その時にそれこそ膝を叩いてじゃないですけど、うん、僕は出会ったものがありましてねって言って、あちらで経営者の方々はやっぱ心をきれいにするっていうその修行をどん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 したい人が比較的多いので、はいはいはい、安くにやちらんだっていうところには行きたがるんです、うん、それは僕は今となった気持ちはよくわかります、はいはい、でその立志と言われる志を立てるっていうことをよくさせるのに、うん、従業員だろうが自分たちだろうが行きたがります。だからその言葉を出すと、俺も行きたいと思っててとかいう感じで出てくるんですよ。はいはいはい、その時に僕は山ほど言うてきましたよ。あそこは行った方がいいですし、誰かと行った方がいいと思うんだったら僕ご案内しますし、で僕何十回も行かせてもらってますからって、はい、いうことは言ってても自分で営業したことないです。行きましょうよ、日にち決めましょうよなんて。その当時はただのボラン、まあ、今でもボランティアですけど、いつ来ても同じ景色、いつ来ても同じ衣装、いつ来ても同じ鳥浜さんの公演なわけです。まあそうですよね。はい、私にとってはずっとコピーなんで、はい、で、だから別に営業したことないんですけど、11年前ぐらい、はい、令和6年なんでもう 10年超えました、ね。11年前からはもう本当毎月来てます。もう毎月来ないとお願い事がこなせなくなっちゃって。連れてけ、連れてけ。連れてけ、連れてけ。はい。で、まあ年間15回ぐらい。1泊2日で、はい、ここの場所に寝泊まりして、まあ、ここといっても近くのホテルですけども、寝泊まりして、一覧を知っていただくという活動をさせていただく。実際にこう、まあ一覧という場所に来て、平和記念館で、さまざまな展示物をご覧になって、うん、初めて来られる方も結構多いと思うんですけど、そうですね、皆さんどんな感想を持たれるんでしょう。一番最初に、はい、感想を言われるのは誤解してたっていうのがすごく言われる。誤解してた、はい、ほう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 。で、僕何百回も来させてもらって、いろんなお試し事ってよくするんです。で、その、うん、勘違いしてたっていうことは、はい、一番最初に自分なりの持ってる答えがあって、はあはあはあ、その特攻隊とか戦争とか、はい、そういう近代史とかに持ってる感想、はい、自分の主観があって、うん、で私というガイドを通して、その景色を見直してみたら、うん、違う答えが出てくるわけです。うん、だから勘違いなんですけど、はい、じゃあこの前段、自分が勝手に、例えば池上さん、宮根さんに、うん、テレビで、例えば8月15日になったら終戦記念日特番って言って出てみたりとか、見てみたりとか、はい、教科書で出てきたりとか、はい、そういうもので持ってる偏見と言われるものって言い方がいいのかな、その人たちが持ってる思いっていうのは、うん、大体似たり寄ったりの感じなんですけど、例えば怖いもの、怖い、はい、戦争とは怖い、できれば見たくない、うん、でここのつながりで言うとかわいそう、うんうんうん、時代が違えば死ななくて済んだのに、私は長いガイドの生活の中でいつも言います、うん、あんた死なんと思てるやろ、死ぬねんでっていつも言います。時代が違えば死ななくて済んだのに、うん、ふざけるなと、うん、俺たちはみんな死ぬんだと、うん、そこ勘違いするなよお花畑ちゃんっていう話はよくします。
遅いか早いかっていうちょっとのボタンの掛け違いはあっても、うん、みんな死ぬんだ。それをまず繰り返し繰り返し2日間の中で死と言われるものを意識する、まあ、死生観って言われるものとかを、皆さんに訴えかけるんですけど、うん、その手前はやはり生きてる人に質問をしたりとか、うん、生きてる人の感想なので、うん、死ぬという感覚がない今の方々が多い、まあ、私も含めてですけど、うん、そういう感じがしているので、今みたいな話が出てきますし、うん、それこそ、うん、平和会館から出てこられる、はい、知らない、会ったことない高校生とか、うん、はい、観光客の人たちに、はい、僕何人も飛び込みインタビューみたいなことをしたことあるんですよ。へー。それは平和会館に1時間なり2時間なり僕が連れてきた仲間たちを入れて、行ってらっしゃいって言って、まあもちろん見る時も多いですけど、次の工程で、はい、飲食を何時からするのか、チェックインをどうするのかとか、いろんなことをやっぱしていくから、準備段取りがあるわけです。まあ、お世話をさせていただくわけですから。で、その中で、平和会館の外でごそごそ携帯触って準備したりとか、はい、チェックしたりする中で、ちょっと試しに知らん人に声かけてみようって思って、はい、こう、感想を聞かして、あ、平和会館で、はい、出会った感想を聞かせてって言って、はい、聞くんですよ、はい、で。そうするとね、出てくる答えが3つしかないっていうのが分かったんです。ほう、往々にして9割3つです。はい。はい、1つは、さっき言った、かわいそう。かわいそう。はい。はい、で、もう1つが、出てきたのが、字が綺麗。ああ、はい。はい、まあ、字綺麗ですからね。はい、字が綺麗。で、もう1つが、さっき言った、時代が違えば死ななくて済んだのに、っていうセリフが、この3つが圧倒的に多かったんですよ。おー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 、かわいそう、字が綺麗、死ななくて済んだのに今だったらっていう、この3つが圧倒的に多いなと思ったんです。で、スマートフォン使われるじゃないですか、僕らおっさんなのに、はい、結構スマートフォン使うじゃないですか、うん、でスマートフォン出始めの頃、はい、ガラケーっていうんですかね、うん、昔のこのパカッと開けるガラケーを使ってる僕たちは、先にスマートフォンを使った人たちを、あんたすごいな、上手に使ってって、当時思いませんでした？ああ、思いましたね。ねえ。だけど今は簡単に使ってるじゃないですか。で、フリックっていう入力の仕方わかりますよね。はい、わかりますよね。はい、押してピュってこう、流す入力の仕方です。へっちゃらにできるわけですよ。うん、で、僕、ある時何百回も来て、字が綺麗という感想の方にも、同じ感覚を持たないでねって、携帯電話のフリックと一緒だよっていうふうな感覚を皆さんに説明するんですけど、毎日筆を走らせていたら、うん、多少の稽古をつけていたら、学校ね、子供の頃に行くわけですから、うん、多少の稽古をつけていただいた上で、毎日筆を走らせる人生であれば、それは字が綺麗になりますよ、うん。それをね、やはりどうしても今の概念で当時を見てしまうので、うん、今の概念っていうのを外してもらわないといけないので、うんうん、それが僕の、もう自分の今の色眼鏡を置いてください、置いてください、置いてください。今の偏見で見ちゃダメだっていうのをずっと2日間言うんですけど、うんうん、でも、平和会館から出てこられる人は私の研修など受けてませんから、はいはい、当たり前ですけど、だからこの3つがやっぱ多い。あ、っていうのは私の研修を受けに来た人も一緒なんですよ。うんうん、だから、ここから勘違いしてましたっていうのが、うん、長くお話ししましたけど、彼ら研修を受けた人の、一つの感想です。で、思いません？うん。まあ、うなぎさんは絶対思うか。まあ、でも思いませんと誘導しながら聞きますけど、特攻隊の任命された、自分には必死隊、必ず死ぬという作戦で沖縄の海の上まで行った。うん、で、目の前に米粒ほどの、大艦隊、アメリカ大艦隊を見つけた。はい、自分の使命はそれだと。うん、でそれをすることで、嫁子供、ないしは、うん、母ちゃん、父ちゃん、それから愛する者たちを守れるとするならば、うん、逃げてもどうせ撃ち落とされるんですよ、うん、行っても死ぬんですよ、うん、どっちにしても死ぬんです、うん、どうします？こう海の上で選択できるとしたら選べるって、逃げてもいいんです。僕個人、はい、個人これは、まあ、僕の親父も言ってたんだけど、はい、いざ戦場に行ってね、で弾飛んでくるっていう状態になったら、もう頭にカーッと血が上って、で、まあ、銃持って突撃する。まあ、おそらく銃弾がパンパンパンと当たってそのまま朽ち果てることになるだろうけども、それでもとにかく他の人たち守るために自分、それが自分にできる精一杯だと思ったら、多分、まあ、親父は俺は多分そうなるだろうなって言ってたけど、まあ、せがれの僕も全く同じです
私も同感なんです。うん。だけど、あの、今の感覚で、はい。見てくる人たちにとっては、うん、僕が今から言う、これ今から言うセリフは、はい、珍しいセリフかもしれないです。はい。いきますよ。はい。男として、子供も産めない。うん。もうこれが最大のお仕事だと僕は思うんですけど、うん、その男は子供産めないです。残念ながら。はい。あの、もちろんね、その病気だとか、縁だとかで、うん、授からない方もいらっしゃる。もうそういうのは、あの、いらない、その、あの、話題はちょっと置いといて、うん、生物的に無理なんです。はい。で、辛抱を聞かないわけです。うん、男って、はい、でアホだし、はい、女性って頭いいじゃないですか、はい、でもう何やっても叶わないわけですよ、はい、あと何できるって言ったら、はい、守るしかないんですよ。守るために命かけるしかできない、はいはい、それが前提なんですけど、僕はその生物なんで、オスという生物なんで、うん、はい、オスの私からあの命をかけて我が国を守った方々は、うん、美しい。もし自分が自分の体を張って人のために仲間のために死ねるならば、うん、僕はその道を選びたいなって思う意味で心から羨ましいなって思います。うーん、僕はもうこれをねずっと言い続けてるし、うん、ずっと感じます。うん、何にもできない、もう無力で無力でたまらない、自分でそう思うけどね、あの命をかけて子供や女を守ってるあの姿がね、うん、羨ましくてたまらないんですよ。男として惚れてます、うん、そして自分もその、まあ、今はね、あの、ありがたくもこうやって生かしていただいてますけど、うん、男としてこの感覚は皆さんと一緒に味わいたいし、私自身はそう思ってるんですって話をずっと繰り返し2日間にわたってお話をし続けると、最低でも男性の方々は似たような感覚を得てくださるんです。うん、かわいそうじゃなくて本当に彼らはヒーローだ。英霊、英雄の英に、うん、亡くなった御霊と書く幽霊の霊でございます。文字通りヒーローの御霊なんですよ。うん、英霊、うん。僕はそういうふうに心からいつも思いますっていうふうに思うと、かわいそうだから素晴らしい、ありがたいっていうものに変わっていく。うん、これを僕はあのお伝えし続けているので、勘違いしてましたっていうセリフになるっていう感じだったっていうのがあのよく言われます。うーん、はい、もう一つはこれもよく言われるんですけど、はい、伝えますって言ってくれます。自分のとこだけで収めとくのはこれはもったいない、はい、もし一覧に来れなくても私たちには口がある、うん、だから伝えようって言ってくれるのはめちゃくちゃありがたいです。僕一人で店舗届きもしないですもん、1億2000万人に。しかも毎年100万人ね、入れ替わるわけですからね、お人様は。こんなもん伝えれるわけないです。僕は木村拓哉とかね、福山雅治だったらね、小雪だったらいいんですけど、あれ古すぎる。しかも小雪って違うの。まあいいや。いや、そんなんだったらいい、できますけど、そんなもんね、届かないです。みんなで力合わせて、ちょっとずつ、ちょっとずつ家族で、地域で、社会で、会社で、隣の人に肩叩きながら、俺たちはな、守られてんだぞ。こういう時代があってな。こういう人たちのおかげで我々は生かしてもらってるんだぞっていうことをみんなで伝えていって、初めて人って成長していくんだなと思うので、私伝えます、俺言い続けますっていうあのこの感想をもらった時はわしゃーって思いますね。純粋に生きるという選択っていうものが現実にあり、そしてそのことが実際に遺書を通じて見ることができ、そしてまた懺悔されたお一人お一人と正面から向き合うということができる、そのチランの平和記念館、そしてまた実際に特攻隊で懺悔された方々がみんなで気持ちよく食事をしに行った富谷食堂、これがすぐそばにある、そういうところにもう本当にできればもう日本国民であるならば一生に二度でも三度でもいいから行って、そしてその純粋さっていうものを共有していくことができたらいいなというふうに思います。このチランの様々な物語があると思うんですけども、はい、そこら辺についても、いろいろとお話を伺っていきたいと思います。で、また、後ろでね、この、いろんなこう展示物が今あるんですけれども、うん、これ風貌ですよね。そうです。で、そこら辺につきましても、はい、お話をいろいろと伺いたいと思いますので、引き続き、またよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、今回、高田和彦先生をお招きいたしまして、チランの力、皆様にお声をお届けさせていただきました。希望の日本、
再生チャンネル、まだまだこれから。